どうも皆さん、今日は我が家のサンピオンたちにこのサークルをですね展開して遊んでみた様子をお届けしたいと思います。このサークルの外にいるグレーの子がトンニーでして、サークルの中にいるオレンジの子がペッパーで、黒いのがピーターです。まあ、うちのサンピオンズたちの可愛いウサギちゃんたちですね。よろしくお願いします。でなぜこのサークルの外にトニーだけがいるのかというと、まあ、トニーはね一番の臆病者なんですよ。一番年上でサイズもこの2ピョンに比べると一番大きいんですけど、一番も臆病者で、臆病レベルについてはトニーに勝る者はいないっていうくらいね、本当に怖がりさんなんですね。ですからもうウサギに対してもすごく警戒が強くて、中のね2ピョンに対しても警戒しちゃうんですよ。こんな感じでもう同じフィールドにいるともう怖がっちゃって、だから防御反応を起こしちゃったりとかしちゃうんですよね。で2ピョンもそれがわかるのか、トニーに対してはちょっと警戒心を持つようになりまして、まあ、ピーターとペッパーはねすごく仲良くできるんですけど、っていう感じでね3ピョンいるんですけど、もう2対1の関係でね一人いつも仲間外れみたいな感じで、トニーかわいそうなんですけどね。3ピョンまとめて外に出すことはできないかってことで、ちょっとこのサークルを用意しましてね、ちょっと気持ちなんですけどね、内側にいる2ピョンはそんなに外で出てる感ないんですけどね、あくまでサークルの中にいるんでスペースも狭いしってことあるんですけど、とりあえず3ピョン一緒に出せてるっていう状態を作りたくて、ちょっとこのサークル出してみたんですよ。でその様子、あ、いきます。ペッパーが最近ちょっと生意気になってきましてね、生後4ヶ月迎えてから、今トニーのことちょっと噛みましたね。ウサギちゃんって口が小さいんで噛んでるかどうかわかんないんですけど、おそらくトニーが今逃げたところを見るとちょっとちょっかい出しましたね。最近ちょっかい出すんですよ、こうやって。あ、すごいすごいすごい、あ、すごいね追い回しがすごい。トニーちゃんこっち来て、トニーちゃんみたいな感じですよね、今の。あったー、もう柵越しにちょっと喧嘩だよね、これは。でトニーも体の割にはすごい臆病ですから、全然ね対応できないんだよね。すごい怖がってる。トニーどこ行った、トニーちゃんどこ行った、どっ、いた、お、トニーちゃん、おっとっと、応戦してるね、すごいね。うっとっと、トニーの方が怖がってるよね。トニーの方が暴れ回ってる。お兄ちゃん逃げんな逃げんな、こっち来いよ。おっきた、おっと、すごいね。あ、うわっと、トニーがやっぱり引きますね。ふん、大したことないわね生意気すぎるおっと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 、追い回しがすごい、追い回しがすごいね追い回しがすごい、来いよみたいな、これほら、あ、逃げた、来いよ、逃げたってる、逃げて、一回逃げた、行くからね。でも大体こう暴れ回ったりとかすごい動いてるの、必ずねチモシー食べます。チモシー食べて体力つけに行ってるくらい。あ、来た、来ました、来たよ、また来た。おっとっと、誰グーグー言ってんの網ないとすごいことになってますね、これは。網があるからまだね平行でしか逃げられないけど、網あったら完全に追いかけっこだよね。さてそろそろ第2ラウンドぐらいですか。第2ラウンドカカーン、もうペッパーが来いよ、こっち来いよ、出ます。でもトニーは近づいては逃げる、近づいては逃げるを繰り返します。近づいた、近づいた、行った、おっと、やっぱちょっかい出してるよね、口出してるよね、ペッパーは。で黒いピーターはほとんど無関心ですね。本当にこの子マイペースでね穏やかな性格なんですよ。ピーターとペッパーが同じシチュエーションにいても全然喧嘩にならないのって、おそらくピーターがすごく穏やかだから許容されてるんでしょうね。ウサギ界ってものすごい上下関係が厳しいみたいなんで、これペッパーのこの生意気具合がね、もうトニーは気に食わないし、まあトニーはもう上下関係うんぬんじゃないのかもしれないですけど、ピーターかなり穏やかだから、どんだけペッパーがズーズーしくてもね許すんですよ、この子。今おやつをね美味しそうに食べてるんですけど、この子食べるのも遅いし、こんなゆっくり食べてるからね、時にはペッパーがこの食べてるのね横取りしたりするんですよほっとペッパーってもうズーズーしくて、それでもね怒らないんですね、この子は。本当に穏やか、最強だね。さあトニーちゃんは直すかな。おっと、上に行きますね。これ今ねルーフになってるんですね、2階建てになってまして、この2階にも自由自在にこの子たち乗っていきます。自分たちの屋根でねこう遊ぶんですよ。で屋根の上には蛇腹も置いてあるんで、トンネルごっこしてね、あのトンネルくぐって遊んだりするんですけど、ただこれ柵をね作ってたんで、柵越しであれば大丈夫だろうと思ったんですけど、こんな風にね上乗っちゃうと、この上から普通に柵の中ピョンって飛び越えちゃうと、もう終わりっていうかもう合流しちゃうっていう、ちょっとね盲点でしたね。ダメだよ、これちょっと忘れてましたって感じです。ただもうトニーはね上下を見下ろしてちょっと興味ありそうなんです、やっぱり。
怖がりであんまり遊びたくないんですけど、やっぱちょっと気になる、遊んでもいいかなみたいな感じはあんのかなって感じですよね。まあ、下のもうニープは全然気づいてない、上にトニーがいること気づいてない、まあ、トニー行っちゃうかな、行っちゃう、行っちゃったらこれなんかすごいことだよってことなんで、今回ちょっと危ないから行かせなかったんですけどね。で今ピーターとトニーが柵越しでなんか会話してます。柵越しであればね、この子たち落ち着いて会話ができるんですけど、これ柵ないともうすごいもう追いかけ回しが始まりますよ。柵ってすごいね。柵あるとお互いこっち来られないでしょ、私も行けないよねみたいなことが分かるんですよね。すごいね、柵の威力ってすごい。柵ないとすごいことになりますからね、もうしつこいけど。はい、また来ました、トニーちゃん来ましたね。やっぱり気になる、ペッパーにやられっぱなしじゃちょっとやだみたいな感じですよね。ペッパーは今ね、もうチモシーに夢中。ちょっと待ってね、私今チモシー食べてるから。これも生意気相手にされてない感じがやだ。トニーもね、食べるしかないよね、もうね、力蓄えてね、食べときましょう。ペッパーが食べ終わるまで食べて待ちましょうね。このもうペッパー生意気でしょ、もう生後4ヶ月ですよ。トニーはね、もう生後1年1ヶ月なんですよ。7ヶ月も違うし、大きさ全然違うのに、もうこの態度ですよ。食べたからほら、こっち向いて、もう自分のペースだからねこの子ね、3番目ってやっぱそうなんですよね、きっとね。私も自分が3番目だからちょっとわからなくもないまあ同じ匂いがするってわけじゃないですけど、3番目ってなんかそういうのあるんでしょうね、きっとね。お、あ、来ました。どうでしょうか、今度はどうだ。あ、さっきはごめんね、仲直りしよう、仲直りしようとしてますね。お互い手出さないね。お、あ、ペッパーも今度は歯じゃなくてペロペロ舐めてますね。さっきごめんね、じゃ私チモシー食べるからまた後でね。トニーちゃんとして、行っちゃったの、あ、終わり終わり、あ、そう、じゃ私もチモシー食べようかな。うん、チモシー食べた方がいいよあ、終わりか、もう仲直りした。わ、すごい姿勢で食べてる、すごいよ、足出てるよほんとマイペース、みんなマイペースだね。ウサギって面白いですね、なかなかね。結構食い意地張ってたりとかもするんですけど、縄張り意識も強いし、なんか普通のウサギさんのイメージと大きく違いますよね。まあこんな感じです、いつもこんな感じでギャーギャーワーワー楽しんでやってますA2E チャンネルでは私たちの可愛い動画どんどん配信していきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ペッパーより。